中島正樹は、日本の政治家、元衆議院議員、群馬県高崎市生まれ、群馬県立高崎高等学校、早稲田大学法学部卒業、早稲田大学大学院法学研究科修士、家庭修了、大学院在学中の1977年11月から、自由民主党の石田博秀の秘書を務める、1983年12月より、 田中修正の政策担当秘書や公設第一秘書を務め、群馬県議会議員選挙に二度立候補するが、いずれも落選。後に田中と共に、新党先駆けに参加、党群馬代表を務める。田中が第一次橋本内閣で、経済企画庁長,長官に就任した際は、大臣秘書官も務めた。1996年には、旧民主党の結成に参加し、 当群馬県連代表に就任。その後、井原氏文彦、石関隆氏の政策担当秘書を務めた。第41.4244回衆議院議員総選挙では、群馬4区から民主党公認で出馬したが、いずれも強固な地盤を誇る自由民主党の福田、安夫に大敗した。2003年には、高崎市長選挙に立候補するも、松浦幸男に敗れ、 時点で落選。第45回衆議院議員総選挙でも群馬4区からの出馬を予定していたが、直前で群馬4区の公認候補が三宅幸子に差し替えられ、中島は比例北関東ブロック単独で出馬し初当選した。2011年12月、野田内閣による八っパダム建設中止の撤回、建設継続の意向表明に抗議し、民主党に離党届を提出した。 2012年1月24日、民主党は中島の離党を承認した。2012年7月に他の衆議院議員の木内高種、横、久米勝人とともに衆議院会派の改革無所属の会を結成した。同年の第46回衆議院議員総選挙に向けては、日本維新の会に移籍していた石関隆から同党での出馬を打診されたが、辞退した。 12月1日、鳩山民主党の終焉とともに、群馬での政治活動に終止符を打ちたいと述べ、鳩山幸夫元首相の引退に合わせる形で、総選挙に立候補せず引退し、同選挙では群馬4区から立候補する日本維新の会の新人を支援する意向を表明した。2013年3月、2012年9月に、群馬県高崎市高木町の民家に貼られていた。 三宅由紀子事務所の正当ポスター数枚を剥がした、器物損壊の疑いで、書類送検された。ありがとうございます。